はい、貯蓄マニア主婦のなおです。私の簡単なプロフィールを紹介します。年齢は28歳、職業は保育士で、趣味で FP 産休を取得しました。世帯年収は750万円で、結婚2年目の同級生夫婦です。夫婦でサイドハイヤーをすることを夢見ています。はい、今回は11月の家計簿の公開を行っていきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、我が家の家計簿ルールを説明します。まず一度ですね、お互いの収入を加算します。でそれで家賃、Wi-Fi、光熱費、食費、日用品、あとは2人での娯楽費等を差し引いた額を折半して、個人の支払いや貯蓄、投資をしていくスタイルです。で、スマホやガソリンは各自での個人出費に含みますね。はい、このやり方になった理由は、子供が今妊娠してできたっていうのもあって、妊婦健診とかそういったものが2人での支出になって、2人での支出の買うものが増えていくからっていうのが大きな理由になりますね。以前は夫婦別財布で項目を分けて管理してたんですけれども、子供ができたっていうタイミングでこのやり方に変えてみました。で、2人での娯楽費等っていうのは、外食だったりとか、あとは2人での共通の友人とか、家族のプレゼント代とか、そういうのも含んでますね。あとふるさと納税とかもですね。はい、それではまずは我が家の収入を見ていきたいと思います。はい、我が家の収入はですね、457,584円になります。旦那さんの収入と私の収入を合算したものになりますね。旦那さんは YouTube を、ね、やっていて、副収入がもう得られているので、そういった収入も含めての値段になっております。はい、次は支出面を見ていきたいと思います。まず家賃が 59,772円で、 Wi-Fi が 2,728円、食費は 7,254円で、日用品は0円です。はい、日用品はね、ウェルカツで買っていて、ストックしてあるので買ってないっていうのと、食費は自治体からコロナの復興支援ということで、5000円で1万円分使える券がいただけたので、そういうのを活用しましたね。はい、続いて光熱費いきますね。ガス代が7212円、水道代が4482円、電気代が3173円、その他の出費が92851円ですね。こちらの中にはふるさと納税返礼品、あと妊婦健診代なども含まれております。はい、それでは2人での生活費の支出の合計額はですね、177,472円になりました。普段より少し高めになったんですけども、それはふるさと納税の返礼品があるからで、8万ぐらいですかね、8万ちょっとぐらいはそのお金なので、半分ぐらいですね、そのお金になってます。あと妊婦健診とかもあるのでね、仕方ないかなと思うんですけれども、返礼品はね、いずれね、税金として控除されるので、はい、いいのかなって思ってます。逆に節約につながるので、はい、いいかなっていう風に思ってます。はい、では生活費等を今回差し引いて、で11月は1人当たりですね、14,056円になります。ここからは個人の出費と、また貯蓄、投資をしていくっていう感じのスタイルになっていきますね。平等に折半するっていう風に決めたので、私たちはこの収入の差に関係なくそういう風にやろうねっていうことになりました。その理由としては、産休育休で私が収入が減ってしまうんですけれども、家のことをやるっていうことで、はい、平等にしようという風になりましたね。はい、では個人出費を見ていきます。旦那さんの個人出費は4810円で、
私の個人出費は31,380円になります。旦那さんの出費が、ね、今回すごく少なかったですね。もう私の個人出費は、まあ、のエステに行ってみたりとか、あとあれですね、あのコンタクトをちょっとまとめ買いしたのでちょっと高くなってますかね、はい、あとちょっとマタニティの下着とか買ったりしましたね。ちょっとね買うものが多かったかなって思うんですけど、まあ普通ですかねこれがね。はい、次は貯金額ですね。まあ、旦那さんが135,246円、私が108,676円貯金に回すことができました。2人とも10万以上ね貯金に回せることができたので良かったかなっていうふうに思ってます。はい、続いて投資や保険を見ていきますね。旦那さんは投資信託に83,333円投資してます。で、生命保険で1万円ね積み立てる、積み立てっていうかあの貯蓄型のものですねをやってますね。で、私が投資信託に毎月10万円と、あと米国の ETF に2万5000円やってますね。まあ、足りない部分は今ある貯金の中から補填して投資に回している感じになりますね。はい、それでは貯金の合計金額はですね、243,922円で、貯蓄率が 53% になりました。はい、まあ貯金のね割合が、まあ、やっぱり収入の半分以上を占めることができたので良かったかなと思います。はい、それでは振り返りたいと思います。まあ、今月はふるさと納税返礼品を頼んだこともあり、2人での出費が多めでした。まあ、旦那さんの支出が少ないのはですね、毎週日曜日しかお休みがないんですけども、そこで YouTube 撮影をしていて出かけてないのが大きいですね。で、私も妊婦なのでお出かけが全然できないのも大きいかなって感じですね。はい、来月からはいよいよ産休に入ります。まあ、収入が大幅に減ってしまうので、まあ、現在のような貯蓄を保つのは難しくなるのかなって思うんですけれども、育児しながらも家計管理を頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。で、私たちの娯楽はですね、週末の外食なんですけれども、まあ、ポイントを活用することが多くて、まあ、日用品代もウェルカツで0円でしたね。うまくポイントも使いこなして節約していくことが貯金する上でとても大切かなっていうふうに思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。バイバーイ。